お、はい、なになになに、ちょっと待って。よくも騙してくれたな。その盾を渡しなさい。え。嘘だろ。最悪の展開になってないか、これは。騙したのがバレてしまった。さあ、どうなる？まさか、何を言う？俺に渡せ。まさかこれは、この二人と同時に戦わなければいけないとかいうことがあるのだろうか。まずは協力してこいつから盾を奪うのよ。いっちゃんやべえ。いっちゃんやべえ。うわあ、本来一体ずつよかったのに。両方同時に戦うことになったウンディーネ・ボルカノ。ウンディーネ様、かっこいいな。どうしようか、どちらから落とすべきなのか。ウンディーネ様の方が強そうな印象はあるよな。強いのから落としていくっていうのが鉄板なのでは。大車輪、回転劇で単体から行くべき。大車輪、大車輪強いからな。エイミングで上行きながらブルクラも上入れて、で一応パワーヒをカタリナさん、ブルクラ741、ウォタポー回復か、ウォールっていうく。さすが親玉、なんか見たことない技ばっか使ってくる。パワーヒー見なかった。ブルクラは普通に入る。使った技が何かがわからん。敵がファイヤーウォールいた、しまったな。あ、でも78しか食らわん。え、でも場の属性はさ、これはこのままにしておくの良くないんじゃない。こういう時に大進撃を打って場の属性、あ、でもあいつ浮いてる、ボルカノ浮いてんのかな。いや、でも大進撃で場の属性を変えながらブルクラ打てねえ。あ、回復できてないってことか。デミっていく。デミルーン。で、パワヒか。パワヒカタリナさんだよね。ブルクラ。751。スパークリングミスト。何やった？ミス？みんな、いや、いまいちよくわからん。敵の攻撃が何やられてんのか。あ、下も効いてるっぽいな。オッケー、お前浮いてないな。ターンは先制で入ったらでかいんだな。だからスピードアップするような術をロビンさんが覚えてたりするから、ああいうのかけたり、陣形で速度上げて先制スタンとかかけるとなかなか面白い。60、あ、弱っ。あ、勝ったな。これはバードソング、ブルクラ貴様所詮 HP だけ、しかしそのお足お美しい。ミスっていうく、何が効いてんのかがわからない。場の属性がいまいち変わっていない気がするが、魔法打った方がいいのかな。属性もね、確率なのか、その強さの上下関係とかがあって、よし落としたね。これは変わらないとか、そういうのがあるのかがいまいちよくわかっていない。カタリナさん残り2か。こうなったらいいのひらめくかな。パンチとかしてみようか。ノーラさん、大車輪極意化したいから大車輪打っていくか。ロビンは、空気投げ極意化したいからナメプに入っていくっていうね。ウォードさんは最後のデミルーンを打ち切ってしまい、ロビンがさ、もしくは空気投げっていうか場の属性を変える。いや、このままにしておくのも、なんか怖いといえば怖いもんね。どうしようか。何で変わるかがわからんが、ムーンシャインとかで変わったりせんかね。消火活動をしていこう。ファイナルストライク。撃たんやろ、撃たんやろ。大木弾。さあ、問題がない。26。シャインっていうく。場の属性は大車輪、大木弾、地層って言うんだよね、この場の属性のことをね。地層戻らんのか。仕方がない、もうこれは倒してしまおう。
お、なんだこれは。空気投げ。空気投げ、極意化して空気投げ。いらんのだが。358大車輪。なんだこれは。いい技はひらめいたかもしれん。ブラッディーソードなんだが。ブラッディーソードなんだが。あ、でもさ、ブラッディーソードしかひらめかない技とかさ、あってもおかしくないよね。ノーラさんのこのゴールデンバットがさ、完全にこのゴールデンバットっぽいひらめきをしてるじゃないですか。ゴールデンだから金に変えるとか振り逃げ。これも野球だもんね。バットだもんね。だから、そういうのがある可能性を考えるのであれば、ファイナルストライクを打つ前にひたすらブラッディーソードでひらめいて極意化しておく。でもな、そういう武器固有は極意化できないんだよね。翡翠立ちってやつか。さっき剣により敵を水平に両断する、え、触れんだってやつじゃない。触れんだってやつじゃないのこれ。空気投げ、脳震盪起こったら今、スタンしている。206、空気投げ。お、いいね、劉備返し。ひらめくな。適性があるっぽいな、これは、剣に。しかしな、立花さん、技ポイントがないから、極意化するのがめちゃめちゃめんどくさいかもしれん。変な人に持たしちゃったよ、これ。カタリナさんとかでよかったね、完全に。ほんとミスった。やられた。呪われてる武器ってさ、しかもカタリナさんさ、タチアナさんさ、もうすでにさ、呪われてる武器装備してんのにね、クマちゃんという。2個目を呪われすぎ。マジで。オッケー、倒していく。さあ、極意化したのではないか。結構空気投げたよ。持ちきれない。ブルクラ極意。オッケー、大木弾極意。2つか。負けたわ。好きなようにしろ。あの盾、そんないいもんでもなさそうだったけどね。でもさ、倒さなかったおかげで、二人とも生きたまま残せたじゃないですか。お、入れるようになったこっち。あ、ショートカットですね、これは。で、祈願城を動かすために、二人の術師がいるんですよ。ヴァンガード。喜んで協力させてもらう。で、ボルカノも、登っていたら降りていたじゃなくてこっちが空いている。オッケー。術を覚える。あ、ファイヤーウォール、熱と冷気から守る炎の壁。へえ、レベルに応じて敵にダメージ。こっち魔法使わんからマジ意味なかったのか、バカめボルカノ。このさ、道中途中にあった宝箱取れるのではなかろうか。あ、やっぱり取れる。炎獣の皮ってさ、ガードリング。うわわわ、開発じゃないこれ、炎獣。めっちゃいいの手に入れた。あ、熱の攻撃にやや強い。渡したくねえ。これこそさ、いやでも12の12か。いやー、レッドラさんへの対抗策なのかな。やや強い。やや。そして、ヴァンガード、発進させてください。え、安全なとこに避難させてなくない？めっちゃ人いたよ、普通に。大丈夫これ。これじゃ大丈夫な。動かしちゃって。さあ、そしたら、動かしていこうか。めっちゃ弟子いるな。準備よし。あ、これあれなんだ。エネルギー装置、エンジンだったのか。間接照明じゃなかったわ。さあ、発進準備。いいね、シンクロ開始。エヴァなのか。出力 50%。 ダメです、暴走しています。エヴァだったら100暴走するが。祈願城がどうなんの。え、めっちゃ楽しいこれ。もう少しを、大地の鎖を断ち切って。イルカが出力増大中、20、40、150、最大出力。こういうの、うわー、すげー。絶対に盛り上がるところや。てか、ここの住民、さっきまでいたけど、大丈夫だったか。切り取られてゆく。おー。
島貴族に対抗するための最終兵器、ヴァンガード。めっちゃテンション上がるやつやん。あ、音楽もいいね。ヴァンガード発進。どこ行く？ヴァンガードで。よし。世界の果てにあるという島、行こう。行っちゃうんかーい。うん、いや、生態用でしょ、それ。絶対島貴族いるって。行っちゃったわ、我々。なんか、大丈夫これ。海の上ってことだよね。僕は認めたいぞ。夢だ、夢に違いない。あ、浮いてる。すげえ。動いてますね。これさ、四角押したら。あ、出れない。完全に街から出れなくなった。入ることができない。何か情報は、特別なことは何もないっす。合ってるだろ、今。合ってるよ、あなた。街が動いてますよ。これ以上、特別なことがあるのだろうか。ヴァンガードの操縦はお任せします。下に入れなくなった。待て待て待て、どういうこと？コントロールルーム封鎖中。あ、部屋が綺麗になっている。何があった？でもこの二人は、もう戻ってくることはない。いや、リア充だけどさ、いざこうなってしまうとさ、ちょっと寂しいね。この下どうなったんだろうね。ピドの絵とか言われたりするの？え？ちょっと待て待て待て、乗るかいって。行方を言わずに乗るかいなの？待て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 。お、入れる。ああ、なるほど。こっからコントロールルームに行けるようになったのか。へぇー。そう、現在地 H+20L-40 最果ての島。ちょっと待って待って待って。最果ての島、完全に島貴族、超興味あるが、この下も気になるよ。一旦セーブかましながら、乗るかいで乗ったら、いけるんか。いろんなところ戻れるんだ。よかった。そして、ヴァンガードが完全に海の上にいる。はぁ、小舟であそこまで戻るって大丈夫か？完全にナンパするぞ、それ。世界の果て行っちゃう？これ、島貴族ダンジョンっていうことっすよね。ちょっとだけ、様子見てみようか。街の人連れて、世界の果て来ちゃった。もう一回行くと、大陸、あ、戻れるんだ。へぇー。で、ここに来てから、さっきの、下に降りれば、おそらく、何かあるんだよね、果てに。最果ての島。え？え？思ってたのと違う。え？思ってたのと違う。何？島貴族のダンジョンじゃないの。何？なんなのこれ。しかもなんか話してくれるし。ファルネウスが滝の洞窟に推理を送り込んできた。フォルネウスか。この島を破壊するつもりだ。バルタン星人がおるんだが、我々は海底球の場所を知っています。フォルネウスは口封じをするつもりです。ポイント、あ、メモっとく。 H0L-100。 お、私もヴァンガードに乗せてくれないかな。 OK。乗せることによって何かイベントありそうだね。最果ての住人トロフィーをゲットした。なんだろうこれは。我々のモードは玄武の水、水流には通じない。なんか左に左にいますけど、なんかドラゴンさんが水流ですかね、あれが。フォルネウスが滝の洞窟に水流を送り込んできたってことは、おそらくあれ、フォルネウスの部下、倒さなければいけない水流。一旦戻ろう。我々ね、水流だよね。水に対してはめちゃめちゃ防具持ってるんすよ。ヴァンガードってさ、倉庫ないよね。ちなみに乗せてやった、あいつは、いずこへ。どこにもいなくない？最果ての住人、消えた。ちょっと待って。奇
様、まさかロブスターとか食べてないだろうな。おい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 、俺送ったの食料じゃないんだが。あ、海底球、もう行けてしまう。ちょ、待って待って待って、大陸にまず戻る。魚鱗の鎧を回収、さらに魚鱗を回収。さあ、そして円柱の盾か。なるほど、盾の方がいい気がするね。これ円柱の皮持ってるよね。そしてイビルアイ、魔女瞳、これが一応進む。さあ、円柱の盾 35% の確率で防御20アップ、微妙だが、有効属性に熱が入ってるのか。なるほど、炎系の攻撃も 35% で20アップだからな。うわ、微妙だが、でもレッドラさんにはいいんじゃないかな。で、ジャガン、お、そういうこと。待って待って待って、セーブしてないからよかったかもしれん。ジャガンのマスクにも魔女瞳必要なんだ。こっちで魔女瞳今使っちゃったね。イビルアイ、イビルアイってさ、弓じゃない？弓我々使わんくない？防具の方に回した方が。あ、イビルアイ剣。いやー、でもさ、我々素直に剣使う人いないよね。呪われてなかった、よかった。剣か、34は確かにめっちゃ強い。ジャガーマスクよりはいいかな。ジャガーマスク自体は多分使わないよ。ストッパーが多く、ただエクセルガードで進んだから、強い剣をもらっておくか。隕石のかけら、待って待って待って、持ってるんだな、倉庫に。お、なんか店員増えてない？道具か。あー、円柱の盾が買えるようになった。これでかいね。強化道具も買える。うわ、これでか。クリスナーが。え、ちょっと待って、待って。そう。そういうこと。そういうこと。完全に気づいてなかった。ボストン、おりゃ、かわいい。ボストン、お前、どこ行ったかと思ったら、よかった。食べられてなかった。仲間になってたんだ。でも君、水流に通じないらしいし、攻撃。ロブスターメイル。外せないのか。しまったな。そうだよな。君外したら死んじゃうもんね。それ、皮膚だもんね。強い、割と強い HP は。ステータスはそこまでではない。術ポイントがある。術が使えるのか。おそらく水術、スコールだけ。微妙。ボストン、これ、外したら、なんか、言われっかな。もう二度と仲間にできんのかな。あ、カエルだ。カエルクロノトリガーでめっちゃかっけえからな。エクセル、ガード。そして、なんだっけこれ。聖達鎧。うわ、隕石こっちか。こっちだったか、隕石。使ってしまった、クリスナーガに。クリスナーガってなんよ。37。え、聖王の遺物ではない。マスカレードより強いんじゃない ?37。マジ言ってんのか。Sストック変えるか。カタリナさんのマタドールの威力がやばいことになりそうだね。エクセルガードは、微妙か。なんか持ってたかもしれんね、これは。カタリナの、カナリアの弓。お、いける。カナリアの弓。弓使いないんだよね。使ってみてもいいかもしれん。クロ様みたいなキャラクターがいればいいんだが、弓適性全部ゼロ。フランベルジュ。34、強っ。待て待て待て、抜走17、ま、ウォードさん、ツバイハンダーかな。ウォードさんを変えよう。フランベルジュ。で、カタリナさん、お下がり。ブリッツランサー、パルチザン、持っている。ロビンだよね、今。ハルベルトが20、ブリッツランサー38。強っ。ブローバー、いける。あ、斧か、36。
マジか、フランシスカ上位互換がもう出てしまったブロバ。強化弓、今更34、強、え、カナリアの弓25、うおー、一気に上位互換や。強化弓って、ミンサガでは弱かったのに、ロマンサガ3では強。すでになくなったわ、開発。武器開発はもう死の弓で終了。防具がストッパーしちゃったね。ちょっと隕石とか魔女瞳とか、向こう武器の方に使いすぎてしまった感はある。こう見ると、ノーラさん武器弱えな、ゴールデンバット。剣はあるん、あれか、ロビンさんブリッツランサーを外し、ノーラさんをランサーにするか、そしてロビンは、剣も使えるから、イビルアイという強力な剣がある。ロビンに魚鱗かな、回復の要でもあるから、ロビン魚鱗にして水、耐えてもらいながら、タチアナさんも回復ないよね、生命の杖。ロードアーマーから、魚鱗の鎧ちょっと下がるが、魚鱗鎧、水耐性、氷子のローブまでやるか。あー、めっちゃ落ちるんよね。防御力、8落ちる。いや、でも魔法防御は上がることを考えると、悪くないとするか、カタリナさんにする？誰が落ちたら困る？いや、カタリナさん、これ変えるの？爪とか来た時に耐えてもらいたいよね、カタリナさんは。カチカチにしたいから、ウォードさんにしようかな。ウォードさん、湖水ローブ。さあ、向かいましょうか。最果ての島、水流の洞窟。てっ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 て。なんだよね。あ、ボストンいるんか。邪魔だな。でもまあ、連れてってあげようか。道中で仲間がゲットできないのであれば、むしろボストンを連れてくことで何かイベントがある可能性もある。うわー、落ちそう。落ちそうな気がする。大丈夫か。でもすげえマップ。マップが綺麗。お、なんだこれは。パルシェン、生命の大元。生命の大元結構集まってきたね。結界石、へえ、いいもんが。スパイクシールド、あ、これ微妙なやつか。あー、行き止まりではある。ここが怪しい。ああ、ここ行けんのか。うわあ、見の、そういうこと。え、なに、王冠がついてる。ちょっと待って。なんだこれ。ああ、カタリナさん、王冠ついたわ。多分これコメントで、術を覚えないで技だけ使ってると、王冠がつくってコメントがあったから、おそらく、それで王冠がついた。で、王冠がついたらどうなるのかはわからん。戦闘陣形、デザートランス。さあ、やっていきましょう。水流戦。